皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回も、覇者の求心を使います。メンバーはやっぱり旗の4人。今日もよろしくな。お相手は、漢王朝の三旗ですね。呂布次郎入りか、かなり尖った構築だな。三旗ベースで攻めてくるとは思いますが、大賀にも気をつけていきましょう。この戦い、我が勝利へと導こう。曹操で牽制に挑むというのも、なかなか趣がありますね。天はどちらに味方するのやら。大戦、よろしくお願いします。もうさ、柵が3枚もあるだけで萎えるよな。まれに6枚置く人とかいるじゃないですか。あの光景を見るだけで戦意喪失ですよ。まあ柵はぼちぼち壊すとして、ひとまず橋攻めを潰していくぞ。右の軽道営には弓を当てるだけでいいんですが、下降トンまで向かわせるのかよ。全力すぎだろ。前に向かって帝に槍を振ればいいですよ。さて下降トン、次はどこへ向かう？さすがに前に向かいましたね。柵を壊すようです。これは悪くない。お相手の戦線も下がってきたな。加工炎が動きすぎだぞ。弓の乱れは心の乱れ。弓がフラつくときは大体思考もフラついてます。左先線は弓を当てるだけで破壊できそうなのに。上昇が古軍奮闘していますね。悪い選択肢ではないと思いますが、時間戦弓が、打ち始めた。ここで帝に弓を向けられているのは、思考が安定してきた証でしょうか。軽だけどね。なぜか内乱も止まったので、地上付近の弓部隊を追い払って、開幕は終わりにしましょう。まあ被害がなかったのは良いことだが、諦めしない。粒力では圧倒的に勝ってるし、殺破壊くらいまでは押せただろう。部隊撃破も少ないですね。加工園の弓をほとんど打てていなかったことが、一番の原因でしょうね。さて、部下3人の兵力が減っているので戻します。これ、右から呂布次郎が来るぜ。最初のターンは取られたな。ですね、ここは主将スイッチオン。呂布次郎を追い払いましょう。使ってくるかな、大賀の闘争。正直、プレイ当時は警戒していました。まあするよな。ただ、今こうしてみると、使ってくるとはとても思えません。一回でも大賀を発動しちゃうと、官名さんで三旗が打てなくなっちゃうんだよな。その通り、なのでここで警戒すべきは、違う計略なのですが、その話はまた後で。劣勢がついちゃったな。まあこれはしゃあないか。呂布次郎が3マスも塗ってますからね。橋攻めは加工園に任せて、3人がかりで呂布次郎を潰します。お、これはもしかして取れるんじゃないか。ここで呂布次郎を取れれば。残念、それは無理なんです。了解の猛竜の転身は転身計略。味方部隊を城に戻した上で武力を上げ、さらに官兵レベルが上がります。なるほど。分かってきたぞ。お相手のデッキコンセプトが。はい、呂布次郎はあくまで肉体要因。彼を押し付けてラインを止めつつ、疲弊したら転身で戻し、同じことをするんです。そうして官兵レベルを一つずつ上げて、最終的に味方で押し潰すのか。当時の私はそこまで明確に、理解していたわけではない。のですが、このままじゃまずそうだ、という雰囲気は、そこはかとなく感じていました。いつもなら日寄って兵を戻すところだが、ここは攻めます。指揮もちゃんと使いましょう。加工園、敵兵を落とすまで戦うぞ。この弓たちが情けをかけることはない。これで強引にラインを上げて城を取り続けます。取り続けるって、ここからもう帰らないのか？帰ったらまた相手のペースですよ。ここからは不対戦の覚悟で戦います。お相手はあくまで転身で守る気だな。転身で守る、というのも不思議ですよね。転身ってそういう契約でしたっけ？猛竜の転身は転身界の革命児やでー。加工されたのもうなずけますね。さて、弓はちゃんと呂布次郎に当てましょう。ここから試合終了ラインまで継戦するなら、曹操の兵力が鍵になるぞ。ですね、そろそろ鍵弓が切れるので、求心で火力を継ぎ足します。皆の者、力を見せよ！あ、上昇のお声ー。好きだよなほんと。この声を聞くために対戦やってるまでありますよ。さあ現状、急所を狙うんだ。急所なんてねえんだよ。加工園も工場に入れちゃいましょう。城門の掃陣がかなり危ういが、この後のことを考えると、掃陣には何としても、城門を殴ってほしい。というわけで、宝具、解放しちゃいました。いいじゃん、ここで切らなきゃ腐るぜ。再起のつもりで戦って、最後まで使わないなんて、柄にありますよね。皆様、視聴者を巻き込むな。さあ上昇、掃陣を援護しますよ。欲に突撃。突撃を当たらないとかマジなんで。お相手の潜りがさ、うますぎね。あんな風に潜られたら無理ですよ。いや、あれくらい当然なんでしょうか。当然じゃないって、あれはうまいんだ。が、それをできなきゃダメなんだよ。鍛錬の成果ということですね。お相手の素晴らしい潜り受けに敬意を。決してどでかい一発ではないんですが、こういう工場は見た目よりメンタルにくるな。掃陣が12秒で戻るので、ここはぐっと我慢。引き続き工場しましょう。ついに求心が切れたか。だが、ここはもう一度求心を使います。友軍も背中を押してるぜ。宝具からの求心連打、悪くない、むしろ良い。
皆の者、力を見せよ。さて、押し切れるか。白ゲージも残り少ないぞ。そう、あと一歩。非常に熱い展開なんですが、おいおいおい、闘争を戻すのか。兵力が限界だと思って。気持ちはわかるが、せっかくの武力15だぞ、戦った方がいいぜ。私もそう思いました。お相手の官名ため、締めは半死ですね。官名の犠牲は上限突破の回復です。これは、守り切られたな。この試合、良くない点はいくつもあったと思いますが、この上昇騎乗、これが最弱だったと思います。売れたな、大天の石が。ここで上昇が妖怪に乱戦していることが、石が折れている何よりの証左。半死と妖怪の間を通って、向上できたかもしれないよな。今さら突撃に向かっていますが、突すでに時間切れ、お相手のホームです。上昇の突撃で半死が、右下の乱戦で軽動 A が、それぞれ落ちないようにするための増援でしょうね。タイムリーだな、次の攻めに繋がるぜ。これはもう、厳しいな。はい、ここで現状が起きたことで、城を落とせる可能性はなくなりました。さらに右下では総人が軽動 A を、取り逃がそうとしていると、一応やりべきで追ってはいるのですが、ここは取れるまで追って、向上しちゃえば。あ、しないんですよね。一旦切れた攻めの石は、そう簡単には蘇りません。そしてついに漢王朝の御旗が、立ってしまいましたね。漢朝最高の志、成し遂げるは今。剣帝の漢王朝の御旗は漢名号令。上がるのは武力と制圧力、付与されるのはリジェネと契約ステルスです。軽動 A が入っていないが、彼には彼で、とっておきの契約があるんですよ。その話はまた後で。と。これはもう、負けかな。いや、一応最後まで守ってみましょう。加工兄弟が復活したところで求心を使って、ギリギリ守れる可能性にかけています。そうだな、それがいいぜ、と。ここでお相手は最後の切り札。KDA、お前もか。すげえ叫ぶじゃん。スケイドウェイの官名の奮撃。効果はただの奮撃戦法ですが、官名さんで撃つと超絶カットインが入るんだよな。効果も超絶強化なんですよ。あそこで落としておけばな。さて、では最後の求心を打ちましょう。皆の者、力を見せよ。これ、右端のケイドウェイがいなければ、縄文と呂布をロープで守れたんじゃね。そうかもしれません。ただ、これはもう無理ですね。負けです、無念。不甲斐ないな。悔しい。対戦、ありがとうございました。力の解放だ。力みなくして解放のカタルシスはありえねえ。なんか難しいこと言われた。攻めると決めたら最後まで攻めろってことさ。ご視聴。